クヌーズは、ダンマークは、デンマークの王子。1947年より、デンマーク王位継承者の地位にあり、四次王子の称号で呼ばれたが、1953年の、デンマーク王国憲法の改正によりその地位を、失った。デンマーク王クリスチャン10世とその日アレクサンドリーネの、間の次男として、草原振り宮殿で生まれた。1933年9月8日に、 草原振り宮殿において、おじ、ハーラル王子と、ヘレーネ・アーベル・ハイト・ホンシュレース・ビヒ・ホルシュタイン、ゾンダーブルク・グリュックスブルクの娘カロリーネ・マティルデと、結婚した。1947年に、男子のいない兄をフレゼリク9世が王位を継ぐと、クヌーズが、時期王位継承者とされた。しかし、ナチス・ドイツのデンマーク占領中に、積極的にナチスを支援し、 デンマークのナチスドイツ化を推進したシュートメ・ヘレーネ・アーデルハイトによって、アプベーアの積極的な工作活動を受けていたことから、クヌーズは国民に不人気であった。1953年に、デンマーク憲法が改正されて、女子の大位継承が認められると、大位継承者の地位は、フレゼリク9世の長女マルグレーテに移った。 妻カロリーネマティルデとの間に2男一条を設けた。ありがとうございます。